モニターにはモハンドラゴン選手がずっとアップしてるやつが映ってるじゃないですか、はい、ずっとアップされてるのがなんかこう本当に向き合うぞというかそういう意思も感じられるというか、やっぱ今までと違うのはちょっとこう土俵をちゃんと作って、そうなんですよ、物を避けて、やっぱプロの格闘家っていう感じがしますね。だからちょっとこう自分の持ってるもので戦おうとしてるじゃないですか。だから物投げてとかじゃなくて、もう邪魔なものいらないからもう自分の持ってるもので、これ始まり方がどうなるのかなと思うのが、多分その一般 その素人の人とかだったら朝倉選手とかもちょっと距離取ったりいきなり突っ込んでったりとかしたと思うんですけど、いきなり突っ込んであれパンチもらったらえらいことになりますよね、はいはい、確かに。いや多分一回僕はつかつかって歩きながら途中で一回ポンって止まってこう距離見んじゃないのかなと思うんですよね。両者プロですから。そうですね。特にそのモハンドラゴンのパンチ恐ろしく強いから、はいはい、当たり前のようにスーッて入っていったらパコーンもらう可能性あるんで、はいはい、だから一回ちょっと止まってこうフェイントとかかけないと、そのままスーッて来た時にパコーンってもらったら多分一発ですよ。 K1 の2017年の K1 とかの時、はい、もうずっとこうなりながらパコーンって全部一発で繰り返してましたからね。一発で打たれ強いっていうのも我慢強い。そうですね、我慢強いし、とにかくパンチ力が強いんですよ。そうなんです。あ、今出てきました。来た、ファムショップ。うわ、本気だ。脱いでる。これまでとは服が違います。二人は本気じゃなかったかもしれないってことですね。そうですね、やはり相手がプロ格闘家ということでフードとかも警戒してってことか、何か心持ちが違うのかもしれません。いや、一つギアを上げてきたのか朝倉未来。腕の感じがすごい。さあ倉庫へと向かいます。いったいったいった。現役チャンピオンが待つ倉庫へ足を進めていきます。さあどうだ、一直線に今倉庫を目指していきま す、ね、モハンドラゴンが待つ倉庫。いた、うわ、2人がついに出会う。あ、モハンドラゴンから行く。